はい、ハロー YouTube ということで、最近、バカやっちゃいまして、iPhone をなくしちゃいまして、Android で撮っております。はい、でそして Android で撮るとちょっとね、音声の調子が安定してなくてですね、このピンマイク使ってないやつだったんで、これを使っていると。うん、でもこれ使ってでもちょっと、先ほど YouTube ライブ配信してたんですけど、音声がやっぱりこれでも安定してないということで、まあ、参ったなって感じですね。まあそれもこれも彼も、自業自得なんで仕方ないんですけど、今回は、何のために人は生まれて、そして死んで、そして生まれてくるんであろうっていうね、テーマをもとにお話の方をしてみたいなと思っておりまして、まあよく言われてる話かもしれないですけど、まあ結論から言いますと、まあ、これはひとえに、魂の成長っていうやつだと思っております。はい。まあ知ってる知ってるとか、まあよく聞いたのは、よく言う話かもしれないですけど、まあやっぱりどこまで行ってもそういうことなんかなっていうことなんですよね。それは霊性進化上げていくため、向上していくため、この宇宙、世界が、12次元ぐらいまであるらしいんですよね。12次元が。で、地球の、なんて言うんですかね。地球自体も今、5次元の世界まで、上昇しているという感じで、かなり、スピリチュアル性の高い話になってくるかもしれないんですけど、今まであった、3次元での私たちの生活が、5次元まで引き上がれる準備は、地球自体はできたという感じで、であと僕たちがやるのっていうのは、自分たちのなんて言うんですか、なんて言うんですかね、その愛のパワーというか愛のレベルというか、自分らの波動とかエネルギーをどんどん上げていって世界線をどんどん上げていくってやつですね。5次元に向かって、でですね、まあ酔っ払って iPhone 落としたとかいろいろあるんですけど、そんなのもちょっとずつ良くなるためのステップアップなんですよね。今度、もっとじゃあ酔っ払わないようにしようとか、物なくさないようにしようとかやりながらも、あ、またなくしちゃったとか、財布落としちゃったとか、お金もう全部使っちゃったとか、なんか苦しさとかつらみとかもありながらの緩やかな右肩上がりで、自分の魂を成長させていくっていう魂の旅だと思っております。それが魂の成長でもあるということで、先ほどの5次元までの世界線に登る、ステップをずっと続けていくと。だからこそ、酸いも甘いも、苦しいこととか不幸とか、いろんなことがあるけど、それをちょっとずつ乗り越えてやっていく。人によったらね、辛すぎて、自殺してしまうっていうね、局面もあるとは思うんですけど、そんな方ですら、その各々のリズムでちょっとずつ成長を遂げていって、魂のレベルを上げていくっていうのが、これが、なぜ人間が生きていくのか、そして死んで、なんで生まれてくるのかっていう、私の一つの結論、答えですね。はい、どんな感じでしょうか、どう伝わりましたでしょうかっていう感じですね。やっぱりそれもあるんですけど、普通にこの日本でなんていうかな、生きていくのって一辺平和で幸せかもしれないですし、まあ実際幸せだと思うけど結構大変なんですよね。お金稼ぐっていうこともそうですし、いろんな支払いとかね、人間関係とかもあるとも思いますからね。日本の場合は同調圧力とか強かったりして、出る杭が打たれるとかね、いろんなのあるんですよね。右向け右とか左向け左とかね、だからそういう教育がいいのか悪いのかっていうと、まあ、僕には合ってないんですよね。僕には合ってないという感じで、そこに順応できる方ですとね、いいかもしれないですけど、なかなか辛い方も多いと思います。でも多いと思うけど、まあ、魂を成長させるためかっていう風な感じで、腑に落ちていただけるんであれば、まあまあ、ちょっとは生きやすくなるかなっていうところですね。この現実ルールの歯車から、
もうそれてしまって自分が生きたいように生くんだっていうね、自分の自己責任で生きるっていうのも一つの魂の成長だと思いますし、まあ、私の方はそっちの方がね気楽だし、自己責任で、ね、お金がないとかね、なんか言ったりするしたりしてるんですけど、まあ、それすらも自己責任であると。でもその代わり自由は体現させていただいてると。そしてこういうふうに発信もさせていただいているという感じで、おのおののリズムで、おのおののスタイルで、この人生の旅、魂の旅、魂の成長の旅ですね、これをやっていくんだ、やっているんだという感じで、今回お話の方させていただきました。何かヒント、共鳴、響いていただいたら、ちょっとでも感じていただいたら、いいかなって思いました。ということで、一旦現場から以上ですと。ご視聴ありがとうございました。失礼します。